GT や D1 で活躍し、レースもドリフトも両方行けるレーシングドライバー、谷口信輝さん。日本カー、オブザイヤーの選考委員も務める彼は、美人レースクイーンと結婚したと言われています。今回は、谷口さんの気になる結婚相手や子供について迫ります。動画内紹介する画像や引用の詳細は、概要欄の明日ネタ元記事をご確認ください。第1章、谷口信輝の嫁、白川町は、8歳年下の R 級、誕生日に結婚。谷口信輝さんは、レースの腕前もさることながら、イケメンレーサーとして知られており、若い頃から女性ファンも多かったと思われます。そこで、谷口さんに結婚相手はいるのか？それは、どんな女性なのか、気になるところですよね。ファンの間では、谷口さんの結婚相手は、白川町さんという女性で、とても美人なレースクイーンだということが知れ渡っているようです。谷口さんはプライベートをオープンにしない主義のようなので、嫁とのツーショット写真などは公開されていないようなので、本当に白川町さんと結婚したのかどうかは定かではありません。しかしながら、谷口さんがすでに結婚していることは間違いないと思われます。2011年7月13日、谷口さんは自身の X とブログでファンに結婚を報告しています。このことから谷口さんが結婚したのは2011年7月12日だったことがわかります。また、公式ブログには多くのファンから結婚を祝うメッセージや子供の誕生を待ち望む言葉が寄せられていますが、その中に彼女の誕生日に入籍なんて素敵といったものが含まれています。このメッセージが特に削除されずに残されており、それに対する反論が見られないことからも、彼女の誕生日に入籍、結婚したというのは、ある程度信憑性が高いと言えそうです。そこで、谷口さんの嫁だとされる白川町さんのプロフィールを確認してみましょう。ニズモの公式サイトにある白川町さんのプロフィールによると、彼女は1979年7月12日生まれで静岡県出身の女性であることがわかります。身長163cm、3サイズ、バスト 81cm、ウエスト 57cm、ヒップ 83cm で、血液型は O 型だそうです。彼女のバイオグラフィーを見る限り、とてもスレンダーな女性のようですね。どうやら、ヘソピアスもしていたことがわかります。どうでしょう。谷口さんが結婚したという人、生年月日がしっかりと一致していますので、白川町さんが嫁だというのは、あながち間違いではないのではないでしょうか。白川町さんの好きな男性のタイプは、内面と外面のギャップがある人だそうです。谷口さんは、レーシングドライバーですから、ステアリングを握れば、多かれ少なかれ、性格が変わるのではないでしょうか。インタビューに答える時や、自身の YouTube チャンネル、ノブチャンネルにアップされた動画では、レーシングマシンを操る時の、鋭い目つきとは、打って変わって、笑顔でお茶目な一面も見せる、谷口さん。彼のガジェット紹介動画などを見ると、アクセルを踏み込むレーサーの顔とは違った少年のような笑顔を覗かせるのが印象的ですね。まさに白川町さんの好みのタイプの男性だったのかもしれません。第2章、結婚式の様子や子供の情報は公表していない。谷口さんが入籍、結婚したのは2011年7月12日だということは間違いないようですが、結婚式はどのようなものだったのでしょうか。レーシングドライバーとレースクイーンの結婚式ともなれば、きっと車関係の人たちが大勢参列したのではないかと思われます。しかし、残念ながら、谷口さんの結婚式の様子を伝えるニュース記事や情報はないようです。谷口さんのブログには、車関係の友人、知人の結婚式に関する記事が多く投稿されていましたが、自身の結婚式について触れられた記事は投稿されていません。
谷口さんと関係の深い車の情報雑誌、オプションなどが彼の結婚式の様子を掲載していても良さそうなものですが、そういった記事は見つけられませんでした。プライベートをとても大切にされているということなのでしょう。また、谷口さんに子供がいるかどうかも調べてみましたが、確証の得られる情報はありません。一部ネット上の情報として、谷口さん自身が嫁に子供が生まれたことをツイートしていたと半ば確定的に言われていますが、これはおそらく自身の嫁についてのツイートではないように思われます。というのも、問題のツイートは2010年11月23日のものであり、谷口さんが結婚した日よりも7ヶ月以上も前のものです。しかもツイートにはよく頑張ったね、嫁が、と書かれていますので、これが谷口さん自身のことを指しているとすれば、すでに嫁がいたことになり、辻褄が合わなくなります。文面自体も谷口さん自身のことを指しているものとしては不自然ですので、このツイートをもって谷口さんに子供がいると断定するには無理があると言わざるを得ません。谷口さんは2024年で53歳ですから、子供がいたとしても不思議ではないのですが、結論としては子供の情報なしということになってしまいました。レーシングドライバー、谷口信輝の子供がもしいたとすれば、遅かれ早かれレースや車関連の話題で姿を目にすることになるでしょうから、結論はその時に持ち越しですね。第3章、谷口信輝、離婚せず夫婦生活を継続。谷口さんの結婚生活も2024年で13年目を迎えました。江戸を一周するほどの期間、嫁と過ごしてきたことになりますが、今のところ谷口さん夫妻に離婚の情報はないようです。コロナ禍の2020年5月には結婚してから初めて嫁に代わって夕食を作ったといいます。嫁がプロのレーサーである夫の体調管理も兼ねて、自分では作らせなかったとも考えられますね。結婚してから9年近くも自分で夕食を作ったことがないとは、よっぽど忙しかったのでしょうか。笑顔で料理を作る谷口さんを撮影したのは、きっと嫁だと思われます。もしも、この後で離婚などということになっていれば、この投稿は削除されていてもおかしくないのではないでしょうか。少なくとも今のところは離婚の心配はないと思われます。